イントロは、まあ、パリパー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 って譜面には書いてありますけど、無理して裏の音を伸ばさなくてもこう止めちゃっていいです。で、雰囲気として、ここも本当はこう16分音符の中でタタ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 タって弾きたいんだけども、イントロだから、その後のこっちが強力だから、導入口として軽めなこういう感じ、右手でいくとトン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 っていう感じで、別に2音になってもなっても構わないってつもりで正確に弾くと、あんまりこう回転する感じっていうのがなかなか弾けないので、弦をなんとなくトン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 って叩いていく感じで弾いてみてください。丁寧に弾くこと、それとリズムに乗っていくこと、両方が合致するっていうか、両方ともうまくいくと一番いいんだけども、まずはタブ譜っていうものがあるとタブ譜通りに弾こうと思ってしまう、まあ、タブ譜通り弾けばいいんだけど、タブ譜以外の音は弾いちゃいけないって思っちゃう面があるわけですね。例えばこんなフレーズがあるんだけど、これもこれだけを一生懸命こう弾いててもリズムには本当は乗れないんですね。で、まずリズムに乗るってのはもちょこちょこ実は鳴ってるわけですよ。こうやっていくときもタブ譜通り丁寧にやろうと思うとこうなるでしょ。これがこれぐらいで、大胆に言えばこれぐらいで、このゾンチャーラケッコっていう、ノリの方が大切だから、これがちゃんと一個ずつ出てるかどうかよりもっていうノリの方が大切ですと。で、こうやってやった後もこれもなんとなくですから、別にこうでもいいんですよ。3本音が出てたって構わないわけ、練習としてはね。練習としては、まあ、レコーディング厳しい、ちゃんとしたレコーディングだとちょっとその辺は、まあ微妙にどっちだっていうのは言われるかもしれないですけども、まあ、ある意味では5757ばっかりこう練習しててもいいかもしれないね。僕の場合は毎回6弦の開放をベーンって毎回弾くよりも時々抜かすっていうのが好きで、こういうふうにわざと抜かすっていうのもありです。5小節目以降、
弾いててもなかなかお勉強にはならないというか、本当の上達具合を目指すならまず、なんていうのかな、少し雑に見えるようでもリズムに乗ることを優先してリズムに乗れるように練習してから、今度もう一回丁寧に弾くっていう方に戻ってきた方がいい感じがあって、それはまあその多少雑でもっていうのをやってみると、ぐらいなこう気持ちのグルーヴのこうかなんか回転する感じの乗り具合みたいなのを探しといてからっていうちっちゃな音で弾くこともあるでしょうし、なんかちっちゃな音ってのは控えめな感じにすることもあるだろうし、割と丁寧にで弾かなきゃいけないこともあるでしょう、それで、まああと今僕がやったみたいなこういうスライドにするとかしないっていうのも、まあ、センスの一部っていうか感性に任せる部分で、要するに必要なのはタブ譜にバンバンって2回書いてあるっていう時にバンバンって弾けばいいんではなくって、バンバンの後にスライドを入れてみるとか手前に入れてみるとか、その辺はまあセンスで少しずつちょっとだけ違うやり方っていうのも弾けるように練習しておく。考えながら、なんとなくで長丁場で練習してください。9小節目は、まあ、ピックでこうこうやって弾いてもいいし、まあ、ピック持ってるんでピック持ってて、ピックと薬指でこうの弦を挟むって感じで弾いていってもいいです。でその時はこれはこのフレーズの場合はあんまり強くって弾くよりも少し優しい感じのっていう少し優しい気味に弾いた方がいいです。ただまあ777の後ろはピトって止める、ここ止めるためのリズム練習っていうのは、ちゃんと入ってるってことを忘れないことと、一応は16分音符の16ビートだからタカツク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 の中でツクツクタカツク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 ツクタカ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 ツクっていうふうに
乗ってることが重要です。